サム、もうアニメはやめない？もう3本目よ。今日は映画ナイト。映画の時間じゃないよ。一晩中アニメを見るんだよ。はいはい。このアングリーバードで最後ね。わかったよ。サム、なんだよ。ポップコーンがないじゃない。知らないよ。誰かが食べたんじゃない？気づかなかったよ。自分のことしか考えてないんだから。面白いところだから黙って。それからサム、しー、あー、なんてこった。何？どうやって卵の中に入ったのかな。鳥は卵から生まれるものなのよ。違うよ。鳥は木の上の巣で育つんだよ。卵から生まれて巣で育つのよ。あー、卵の中って狭いじゃない。あと暗いよね。さあ、終わりよ。寝る時間。ねえ、冷蔵庫の卵からも鳥は生まれる？いいえ、卵の鳥の赤ちゃんが生まれるにはお母さん鳥が返さないといけないの。返す？どうやって？まあ、ざっくり言えば上に座るのよ。あ、うちには鳥がいないもんね。猫でもいいかな？ダメよ。でも他にも方法があるわ。養鶏場では卵を孵卵器っていう機械に入れるの。卵が飼えるのに必要な温かさと湿度を与えるのよ。すごく面白いね。動物学者さん、寝る時間よ。スーパーで買った卵からは何も帰らないから。何も帰らない。いつもスーの言う通りにしてたら僕のチャンネルじゃなくなっちゃうじゃん。卵はどこだっけ。ここじゃないな。違うな。デザートだ。また後でね。卵があったぞ。鳥ちゃん寒いかい？サムパパが温めてあげるから大丈夫だよ。見てる人たちも高評価してくれるからね。してくれるよね。卵の上に座るんだよね。僕にもできる。卵をここに置いて、そしてもう一つ。鳥の赤ちゃん、パパから逃げないでよ。これでいいね。鳥の赤ちゃんは生まれると思う？一時停止してコメント欄に書き込んでね。あとどのくらい座ってなきゃいけないのかな。そうだ、現実を認めなきゃ。僕は鳥じゃない。ということはフランキーがいるってことだ。スーはなんて言ってたっけ。そうだ、暖かさと湿度。これで暖かいね。そして毛布も。それから湿度。赤ちゃん鳥たち、サムパパが何でもしてあげるからね。ハグしよう。はい、スーに出会ったのも昨日のことみたいに思えるのに、もう家族が増えるんだね。ちょっとサム、いつこんなことを。サムチン、ずっとここで寝てたの？じっとして、じっとして。サム、起きて。小鳥たち、なに、赤ちゃん鳥はどこ。やっぱり実験してみようって思ったの。ほら、赤ちゃん鳥はこうなったわよ。なんてこった。僕はダメなパパだ。サムチン、泣かないで。チョコレートいる？チョコ2つあげようか。1箱全部はどう？家で使えるフランキーが欲しい？欲しい。ネットで見たことがあるわ。
理科の実験をやってみましょう。ありがとう、ありがとう、僕のスー。フランケを作るわよ。準備はいい？まずチャンネル登録をしてね。デジタルのキスをあげるから。みんな、チャンネル登録して新着動画の通知もオンにしてね。さあ、始めましょう。まずは硬い発泡スチロールを用意。厚さ2センチくらいのね。みんな、これを作るときは必ず大人と一緒に作ってね。手伝ってくれるようお願いして。この動画で作り方を覚えてね。それぞれ辺の20センチと22センチのところに印をつけて、カッターで切るの。それを4枚作って、3枚を組み合わせて家の形にしましょう。そしてダクトテープで留めて。もう一個、アヒルの分もね。幅20センチ、高さ24センチで、奥行きは22センチになるはずよ。この細長い発泡スチロールを中に接着剤でくっつけて。理由は後でわかるわ。今度はペンチを使って箱の底の大きさに金網を切り取るのよ。ペンチ使わせて、僕ペンチのプロなんだよ。ダメよサムチ、子供はダメ。子供？誰が子供なの？もうすぐ鳥のパパになるんだよ。へっ、子供だって信じられない。今度は電気プラグと調節できるスイッチ、そしてソケットがついた電球がいるわよ。接続はご近所のロジャーが手伝ってくれたのよ。みんなも大人の人に手伝ってもらってね。ああ、あのロジャーね。みんな、手作りするとき誰が手伝ってくれる？一時停止してコメント欄で教えてね。今すぐだよ。ランプの明るさを調節できるようになったわよ。もう一つ、部品の形を切り取りましょう。ソケットとスイッチを差し込むわよ。丁寧に差し込んで、電球を取り付けてっと。空いている面に透明のプラスチックをつければ、赤ちゃん鳥が見えるね。そう。次は通気口を開けます。卵が、僕の赤ちゃん、サムの赤ちゃんが窒息しないようにね。壁の上の方にいくつか穴を開けて、大人の人に手伝ってもらってね。あと後ろの壁も下の方にもね。ふわわ、毛布でくるませて、痛くないからさ。ちょっと何してるの。ああ、どうしたのさ、助けて。すー、ふわわが発狂した、聞いて。し、静かに。面白い瞬間よ。透明の壁の掛け金を作るのよ。簡単にできるわよ。クリップをペンチで曲げるだけだからね。できた、完成よ。じゃあここにつけて壁を固定できるようにね。電球のおかげでフランケの中が暖かくなるけど、湿度も必要よ。知ってるよ、水をあげなきゃね。サム、植物じゃないのよ。卵は乾いてなきゃ。平らな入れ物に水を入れて網の下に置くの。センサーがあれば温度と湿度をチェックできるわよ。みんな、地域によって湿度が違うって知ってた？課題を出すわね。あなたの住んでる地域の湿度を調べてコメント欄で教えてね。ところでみんな、いつもコメントありがとう。毎朝コメントを読んで大声で笑ってるよ。もっと書き込んでね。さあ、フランケはそろそろ完成よ。ドアを閉めて温度と湿度が上がるのを待ちましょう。湿度は50から 55% ぐらいがいいのよ。低すぎたら水の容器をもう一つ入れてね。高すぎたら容器を小さいのに変えてみて。温度はスイッチで調節できるわ。38度が適温よ。38度だって？高すぎだよ、熱が出ちゃってるよ。それがお母さん鳥の体温なのよ。 OK よ、卵を入れてみましょう。持っていくよ。目の細かい網を敷いて、安定しやすいように干し草も置いてね。ほら、僕の赤ちゃん、一個も割れてないよ。ありがとうサムチ、きっといいお父さんになれるわ。スーパーで買ったうずらの卵よ。
入れる前にひびがないか調べて印をつけましょう。ひっくり返すとき分かりやすくなるからね。時々ひっくり返すのよ。これから3週間卵を観察してメーターもチェックするわよ。みんな、スーパーで買った卵から赤ちゃん鳥が生まれたか実験の結果を知りたい？知りたい人はこの動画を高評価してサムの赤ちゃん鳥を見たいって書いてね。あ、サム、何してるの？ここでキャンプするんだよ。赤ちゃんを見守らないと。クレイジーなお父さんと私はしばらく待ってるわね。バイバイ。みんな、この実験には本当に興奮したわ。結果がすごく楽しみ。この動画を高評価して続きも見逃さないでね。